セシャラギのか、
いや、枯れなくないか。あ、そうだ、あれね、うん、忘れてた、いたわ、うん、ラブルの食エネルギーがあって、石油タンカーで、ルガルガンを今に起動します、うん、まあ、道しるべで、うん、なるほど、ゆっくりやってくれたって感じか。イワンコを出して、道しるべで、うん、ドローします、はい、いいカード引いたで出します、リレーしようか。いや、僕もいるから使っちゃう、入れ替えて、で、リレーやる6ドロー、あー、1、3、4、5、引かない。まさかの手刈りでチマチマやるパターン、まさかの逆襲装置、手刈り、ターン終了、あ、進化、ターン終了。今のは嘘、今の原因ね、眠気にってどういうこと。これはね、そうグッズとしてつけれる。そうするとブラックマーケット、そのポケモンが気絶した時、まあこれにつけたいの、爆発したいの。でも一旦目かきでか打てない時点で相当遅れてます。じゃあ道しるべ、こっちゆっくりだね。いや、ちょっとまずどこを殺してもらわないと。クリーム玉、どっちも再放置してる。それをつけて、本気で博士の進路を使いまーす。今選んでる間の勝手に処理進めてる。はい、同時進行で、で、6ドローしたいんですけど、カットしますか。あ、しません。で、6ドローします。なっちゃう。本気で博士の進路はイコール白になっていくことで使ってます。はい、すみません。手張りしましたね。まだバクガメス生きててくれるのかな。ロコン殺してもらえるようです。手張りが、いやいや、もう手張りしちゃったからな、これ以上動かないんだよね、どう考えても、うん、なんとでーす。の前にスーパーボール、スーパーボールで、あ、これはいいじゃん、あーナティアスプリズムスター合うわ、確かに合うわ、合うわ。僕さっきポケモン入れ替え使ったのが悔やまれるな、まあ、一応出すか、出して、ハンドです。やろう。いや、ロコも使わないんだけど、いや、胸張って逃げます。ドンファンで、そのままローリングスピンを打ちます。70、1回目だと火力低いんだね。次からまんまにワンワン、次から暗くなるね。ターン終了です。出ろ、手張り。もちろんギリギリポーション圏内にしたくない。ギリギリポーションってライフいくつだっけ。30以下だ。30以下っす。じゃあ爆噴射を1万消費で50だけやろうかな。はい、上がりで、ドンファンに進化します。で、ルガルガンで、アルマイ持ってきます。マジでマジでマジかよ。マジです。ひどいことしてるよ。だけど、できることがない。アルキュー引っ込み2回、ローリングスピンで落とします。弱点、まあこれかな。はい、はい、終了です。なるほど、手張り。これはあとね、フラッシュになる基本エネルギーしかつけれないのか、微妙。
ドラゴンボタン全員に使えるんですよ、ね、うん、今1枚しか落ちてないの、すげえ微妙だな。だったら何としてでもドラゴン落とした方がいいわ。ちょっといいの、こうでいいの、はい、気持ち出したけど、で手張りで、はい、2枚2枚とラッシュで、まあ、そうです、お願いします。まあ、土に出してからね、はい、でドンファでドロー、おっ、食エネルギーを張って、一旦遅い感じだね。遅いっす。あ、そう、テテフの子から。で、すごい目になってるぞ。知らな。うん、で、そのまま白な打ちます。うん、じゃあお願いします。うん、あ、もうダメだ。勝てる気しない、これ。いや、でもさっきドンが倒した時、サイド。あ、それで1点か、セラ。ちょっとよかった。6枚引きます。うん、おぉ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 、おけなり。3枚を抜きにして。チクショー。チクショーだな。いや、バリリアを抜いてきて。サイド取り忘れるというボンボスをしてた。いや、ローリングスピード落ちるんだよな。ハイパーボールで、うそのトンファ。今手張りしたばっかですね。手張りした。まだ5枚あります。あー、そうだ、さっきこっちにすればよかったんだ。うん、まず、ちょっと、サイドに行っちゃってるんですけど。そっちもちょっと動きづらそう。動きづらいです。マドラキューコンが行っちゃってる。じゃあ立ち入りです。どうしよう。でもこいつで殴りたいんだけど、なきもちとしてはな。でも次来るよねって。で、落ちるのが見えてる。こっちに手張り。で、じゃあ抜け根を打ち出して装備します。はい、終わり。はい、だろう。あ、グズマ。ちょっと土にさ、ちょっと隠れてないで。土にも出てくる。ね、いいんだけどさ、土にもアタッカーじゃないからね。やって、ナジドライブで落ちた。じゃあ、どうか。でも相変わらず、あ、木が2枚落ちたけど、この土地が悪くない、ドロー。いやー、なぜかこいつに連合エネルギーを張ることになり、取れてくれ。はい、でですね、手帳、何戻そうかな。じゃあ白納豆リーリエ戻すか。リーリエ戻したくねえな、むしろリーリエ戻したくない。1枚だけでもいいんだよね。確かちょっとシャッフルします。で、からの土人らしいの、はい、沖田博士の新理論の、はい、で、シャッフルの6ドロスね、いいですか。はい、1、2、3、4、5、6、最後1枚。遅いぞ、お前ら今頃来てから。しかしね、ハイパーボール2枚を切って、どっちがいいんだろう今。今、抜け人だな。抜け人持ってきます。抜け人を装備。スピン出したばっか。あ、出したばっかこれ。出したばっか。じゃあ丸前にしますか、ね。これ出したばかりだったか。で、丸前に出して、そうだった、これ出したばかり、うん、で、まあ、このターンは仕方なくドリームミスト30ですね。で、エネルギーをドラゴンにつける、はい、交換やります。はい、いきます。ジャローラキューコンにユニットエネルギーつけて、ジャローラキューコンから、受けなりと、前のボンバーメンパンクレーで、ピ
フィールドブロワーで抜け人と学習装着会で抜け人もろすぎる引くんですけど、それでポケナビで3枚浮いてエネルギーとポケモンを頂いてもらいます。じゃあ何だろう、何だろうな、ガルバンでで、上に上なのなんですね、これで、ちょっとエナジードライブで60点ですね。あ、まだ生きてるか。これ超だから抵抗か、抵抗じゃない、ギリ弱点じゃなかった。もう一個のタイプの方だったら、あ、そうか、フェアリーじゃないから、よかった。で、単身です。やろう、こいつ、はい、よいしょ、逃げるかじゃん。ちょっとまた、でもデッキ掘りたいね。で、まあまあ寝て2枚捨てて4ドローします。あ、捨てるカードはこれですね。で、4ドロー、1、2、3、4、はい、来た、つけます、逃げます。まあ、F はいいでしょう。まあな、いいだろうね。で、爆噴射3枚落ちますね。3枚か、しょうがねえな。1、2、3枚で落とします。2点取ります。はい、いきます。レッツドン、いや、マジで抜け人欲しいな、今。今、普通にブロワーで抜け人が飛んでったんだけど。いや、よし。こちらにつけて、うん、こっちにね、つけます。うん、白銀の数で弱点で。あ、本当だ。やめろよ、行きたいよ。あ、そうだ。行ったよな。で、30を土に、うん、あ、でも抜け2時間で終わりか、うん、じゃあ、どうしてもいいな。じゃあ、バックダメですね。100で、ターン終了せる。あ、これ、もう爆発できない。こうか、こうかな、うん、ドロー、うん、チャンスあるぞ、引きさえすれば。じゃあ、まずスーパーボールでしょ。抜け人いるよな、まだ。1、2、3、4、5、6、7、ほい、きたきたきた、進化、うん、で、このターン逃げたい気もするから、うん、手張りして、うん、あれ今ハンド何枚？3枚。これにつけば、まあいろいろ終わるんだよ。でも俺やりたい動きする、動画的に。逃げます、逃げます、逃げます。いい？で、俺のコンボね、考えた。抜け人を丸前につけます。はい、で、丸前にねねボンバーを使って、はい、気絶させると、自分のポケモン EX、GX 以外に好きなのに5枚エネルギーをつけられるっていう効果があります。はいはい、で、これ、基本エネルギーって書いてないの。何でもいいの。だから、今のシチュエーションだとカウンターエネルギー1枚と、あ、強いな。3、4。こういうことができるんだよね。5枚までつけるだから。うん、これ2枚分として数えるっていう最低がありそうだけど、まあ、こういうふうにつけるの。ね、これ飛ぶな。そう、なんか強そうなことしてるでしょ。そう。手張りはしちゃったっけね。さっき逃げるので使ったな。うん、逃げるので手張りはしてしまった。で、単価で、そうか、ごめん。単価でこれやってからのダイナマイトでいい？だからこうしたいよね。まあ、あんま意味ないか、でもプラスするかと。で、爆熱砲で、1、2、3、4枚出しちゃいけないんだけど、超燃費悪いな。ワンパンやろうとしたら。で、ループを取る。で、N、ほら、来た。で、N 引かれたら負けます。だろう、あ、引けんかった。引けんかったっす。引けんかった。でもね、今、カウンターエネルギーは今、無色1個になってる。そっか。今、冷静に、こっちが上回っちゃった。引けないっすよ、意外と。意味ないけど。で、ターン終了。ドロー。ああ、これ意外とまずい。まずい？まずいかもしれない。ミルタンク、エネつけます、90回復します。そんなに能力あんの？そう。こいつがいる限り、ああ、でもバトル場にいる限りだ。ごめん、嘘だ。ごめん、嘘です。バトル場にいる限りだった。100か。これ強くねえじゃん。デッキから速攻抜くわ。今ね、いろいろミスしました。じゃあこれは弱かったということですね。はい、
でこれ絵の引かないことをかけるしかないよね。あ、でも電磁使ってる。電磁で解決策を見つけるかも。うん、まあ見つからなかったんだよ。電磁で解決策が見つからなかったんで、スーパーボール加えて。まあ、じゃあ、はい、つけて。はい。終了です。はい。あら。ダメなの、これ。負けたぞ。負けたぞ。走れるんです。嘘。そうです。ギリポン使ったの？ギリポン、いや、ちょっとギリポンさん全部知ってるからさ。ちまちま大丈夫だね。ギリポンボールね。1、2、3、4、5、6、7。何、何したらいいの？そこに席。光る方法をまた来ます。じゃあ、手手札して、手手効果で、はい。もうデッキのエネルギーが残ってないことが分かってて相当やばいんですよ、はい、相当やばいんですよ。なので結構積んだんですけど、身につけてここに、はい、今ここでいいや。身につけて1ダメージ、はい、変な、はい、死にかけないで引かないと。これあと10受けたら死ぬんだよ。来た。あ、死にました。いや、でもまだ精度2枚。あ、そう、そこまだわかんないですよ。で、ローリングスピンで落とします。そしたら、さあ安心です。で、手札ちまちま。あれ、でも次のローリングスピンが立ち巻き込みで170です。あ、終わったな、終わったな、これ。終わったくせえな、これ。ダメだな、これダメだな。ちょっとグダグダな勝負だと言います。あはー、つらい。まあ、まだ、エネルギー、エナジードライブ、はい、いくつ？ 1、2、20、40、5、5枚かける、20、80、100っすね。100、やべ、ギリポの範囲入っちゃう？入った。もうぐずぐず。違うんだって。だろ、あ、まあ、結局ギリポないから。違う、俺。スピンで落とす。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたが爪を出たけど